琉球神道。琉球神道は沖縄本島を中心に信仰されてきた多神教宗教である。琉球王国時代、王国各地の宗教支配の手段として再生一致体制に整備され、現在は民間信仰として残る。王国は宗教支配を徹底するため、地域信仰であるユタをたびたび弾圧した。二来家内信仰、歌木信仰とも称する地域もある。 民族学者の折口忍は著作、琉球の宗教の冒頭で、琉球の宗教を大中以来の寛容によって、琉球神道の名で話を進めたいと断った後、琉球神道は日本本土の神道の一つの文化、あるいはむしろ御古教時代の面影を今に保存していると見る方が適当なくらいであると述べた。鳥越健三郎は琉球宗教史の研究の中で、 琉球宗教の二大潮流を成す者は、歌妃信仰と家臣信,信仰であるとし、やがて家臣、日ぬかは、日人、手だと、同一視され、アジア、国王の実権の所在を表彰する役割を持つに、至ったと述べている。宮里と光、琉球人の思想と宗教によれば、琉球の固有宗教は、個人的な幸福を祈願するのではなく、社会及び、 それを支える生活や生産について祈願し祝福するもので、社会は平和になれば個人は幸福になれると考えたのだという。その固有信仰は、祖霊人、祖先崇拝、家臣、二来、家内、おなり神、水の世辞、万物幽霊などがあるが、拝む対象の実月精神を通して現世に益をもたらす祖霊に、方法に反しするものであると述べている。 このように琉球は特有の信仰を有している。以下、その固有信仰などについて解説する。琉球信仰は自然発生的に生まれたと考えられている。ノロが世襲型、ユタが原始的な証明型のシャマニズムであること、ウタキは古代集落が原型と考えられウタキ信仰はそれ数拝が変化したものと考えられること、またオナリガミ信仰は 古代の母系社会や女性上位社会の変化と考えられること、これらのことから古代信仰の形式を留めていると考えられている。世事という言葉がある中原善太だおもろ侵略によれば世事は霊力を意味し、世事が剣につけば霊剣に、石につけば霊石となり、門、港、船、車、城等にもつき、人についた場合は、 超人となると述べている。中松野州、神と村では、おもろ神釈の説明を受けて、さらに考察し、世事すなわち霊力とは、人間としては、不可能なことを成し得る能力を指しているであろうと、述べている。そうであるなら、人間としては、不可能なことを成し得る能力は、機能的に再現なく分類できるため、その能力を持つ者、すなわち神は、 琉球において800万もいるということになるであろうと述べいる。中松野州、神と村では、全知全能の世辞のグビシャなる存在を古代、琉球人が考えていたか否かについては、研究不十分であるが、手術の機能を各々分担した世辞の保持者は想定していたと考えられた述べ、人間は自己の保守するものを権限してくれる世辞を期待するのが、至極当然であろうから。 琉球における神とは、人間に善をもたらす世事の権限者という観念に、傾斜していくことになるだろうと述べている。また、来訪神は、異界の神であり、平時には、人々の集落に存在しないか、歌木にのみいると考えられる。しかし祭りの時になると異界から、集落や、集落の歌木に訪れると考えられており、来訪神と人間の関係は、極めて近しい。 特に著名な神は、琉球の創造神である、天見清、天見くとしねり清や、二来家内の最高神である東方大主、上がり方うふぬし、国王就任の際に現れるという、君手間、君手ずりなどであるが、この他にも多数の神がいると考えられている。これに関連して、折口忍は、マレびと論を展開した。一方、 守護神はもともと地域集落の死者の魂イコールソレイであり、二来家内で神となって集落に戻ってくるとされ、この神は平時に廃所や歌記にいると考えられている。また、過去の偉大な功績を残したノロが神とされ、墓地が歌記となる例が確認される。沖縄本島の村落には必ず歌記と呼ばれる、少林があり、そこには村人の保護者であり、 支配者である神が住みたまっている。宇多たに祀られる神は、その存落の構成員と血縁関係を持つ、死祖で存落構成員に対し、絶対的守護の義務を負っている。宇多たは、日本本土に見られる神社の原始的形態である、ひもろぎの形式を伝えるものである。鳥越健三郎は、琉球の存落成立の重要な因子として、 生活資料が確保できるかの経済的条件、気候や住環境の良し悪しの自然的条件、歌器を創立する場所が選定できるか否かの宗教的条件の三つを挙げ、存択成立にはこの三つが満たされる必要があったと述べている。詳しくは、歌器三章。沖縄本島の女性一般は、すべて未古的ないし神的素質を制徳的。 本有的に持つものと信じられているが、その高齢がおなり神信仰である。おなりとは、沖縄方言で、姉妹、うないを意味し、同胞の姉妹は、その兄弟、生きがの、守護神であると信じられている。従って、沖縄本島の全女性は兄弟を持つ限りにおいて、おなり神となるわである。おなり神の信仰は、琉球宗教の基本概念の一つとなっており、おもろさ牛の中にも、 おなり神を歌ったおもろが数多く見られる。沖縄本島においては、政治的実験者とその姉妹から選ばれた巫女による、再生一致の聖教二重試験が見られるが、これは、おなり神の信仰に基礎づけられたものである。鳥越健三郎は、おなり神信仰は、他の民族ではすでに見られなくなったが、古くはいずれの民族もかかる信仰を持っていたのではなかろうか、と述べている。詳しくは、 おなり紙三章。沖縄本島の民間社会において、民衆の宗教的機能を担う職能者は、女性主催者のノロ等の新人、カミンチュとシャーマンとしてのユタ等の類に分かれる。前者が主として、ウタキやグスク等の聖地、五眼所、廃所、ウガンジュにおいて、尊楽の公的祭祀や共同体の祈願行事の主催をするのに対し、後者は、 尊楽の個々の家や家族に関する私的な呪術、信仰的量に関与している。桜井徳太郎は、この両者とも、沖縄民間信仰の底辺を貫流するシャマニズムの根の上に立ち、沖縄の民間信仰を支える車の両輪と言えると述べている。堀一郎は、シャーマニズムとシャーマンの概念は学者によって異なる。定義付けがなされ、諸学者間に一致した見解は、 現状を持たれていないと述べ、桜井徳太郎もこれと同様のことを述べている。しかしまた桜井徳太郎は、シャーマンになるための入り不動機が、生計を立てるためとか、世襲継承の原理に基づくとかにあるのではなく、心身以上の不病にかかり、苦悩の末心霊の証明を受けて、それを克服し、ついにシャーマンへと、政府するという過程が最も自然な、シャーマン的プロセスであるとするなら、 沖縄シャーマンの政府家庭はその典型的タイプであと述べている。沖縄本島は祖先崇拝の盛んな土地として知られている。また、宇ったの節にある通り、始祖は存落の守護神とされる。桜井徳太郎は沖縄本島独特の高い観念として、後世、愚相観を挙げ、その一例として、久高島の後世観を取り上げている。それにれば、久高島では、 墓地の入り口を新高生、ミグソ王と称して、そこを生海と死海との境界だとし、7年後の仙骨が終わると死者は、真の高生へ赴いて、神へ昇華すると久しく観念していた。新高生においては、死者は生前と同じ生活様式をとると考えられているた、新高生の墓車は、現世の家屋と同じ形態を備えている。鳥越健三郎は、 沖縄人の墓作りに関し、死後の生活に対する明るい観念が墓作りに対する喜びの感情を抱かせていると推察し、死後もできるだけ居心地の良い住家でありたいという念願から資材のほとんどを惜しげなく投じて墓を作るのだと述べている。墓作りに多額の費用を投じることに関しては、桜井徳太郎も1970年頃の沖縄本島北東部の調査の際、 ブラクの人々が豪奏で大規模な墓作りを競っている傾向を報告している。現在、沖縄本島における創生は仮想となっているが、太平洋戦争前には伝染病患者の死などの特別な場合を除き土葬が行われていた。また、伊波風有の報告にある通り、明治時代までは風葬が行われていた。風葬は明治時代に行政から禁止されたが、 九高島では1960年代まで行われていたことが確認されている。また風草に近い双方では1970年代まで宮古島で洞結層が行われていた。風草において遺体はまず崖、パンタや洞窟、釜に置かれて自然の腐敗を待ち、3年後、5年後、7年後など適当な時期を見て仙骨して納骨する。崖や洞窟は 古来、現世と後世の境界の世界とされ、聖域であると同時に生むものとされてきた。それを崇める一方で、死は、あくまで、穢れと捉えられているのである。また折口忍琉球の宗教によれば、琉球では、自分の祖先でも、死後七代目には必ず神になると信じられていたと述べ、中山予感ではこれを、七世聖神、七世昇神と書いたと返している。さらに、 琉球の宗教によれば、琉球では、人が死ぬと死体を洞窟の中に投げ込んで、その口を石で固めてその隙間を塗り込む風習があったが、七代経つと死体を入れるのをやめて、別の場所に新墓所を設け、それまで死体を入れていた洞窟を神バカ、栗バカと称する。神バカは、廃所を、癌となり、時代を減るに従って、他の人々も廃するようになる、と琉球では、 ソレイが神になることを紹介している。死生観として、魂は神のいる、異界に来かない、後日より生きて、死んでまたそこへ帰り、守護神となって集落へ帰ってくると考える。このためソレイを非常に敬い、死後の世界を、後世、愚僧と称して、これも非常に現世や少女と近しいものとして捉えている。 また、口述するように仏教の影響から旧暦8月には、ソレイが、集落、家族の元へ帰ってくるという、お盆の祭事を行う。なお、祭事の日取りは旧暦を用いる。琉球神道では、神がいる、高い概念として、二来家内とおぼつかぐらを想定する。二来家内は、海の彼方、あるいは地底にあると考えられ、そこは法上と命の根源となる異界である。 二来館内信仰は東方信仰と混交して東方にあると考えられるようになった。一方、おぼつかぐらは天空にあると考えられる異界である。もともとは国未地方の信仰と考えられ、琉球王国時代に懸念されて宗教支配のための王権真珠論的な経緯づけに用いられた。まとめると、二来家内は水平線上の庶民的な おぼつかぐらは垂直にある権威的な高いと言える。ちなみに、西方は魔界があるとされている。指針はノロを介して、神より与えられる。人々はただ、定められた時期に必要な祭りを行い、訪れる神と交流するのである。琉球王国は、再生一致の政策を敷き、各地の類似信仰を吸収、弾圧、廃止などを行い整理統制化した。各地に、 様々な呼び方をされていた聖域を、宇たきという故障に変え、ノロは階級化され、集落のノロが各集落のうたきを管理し、地方の豪族領主であるアジの血縁の女性を、その地域全体のノロを統括する、ダイヤ母、新職名とし、さらに国王の血縁の女性を、ノロの頂点である、聞こえの大君とした。また、琉球王国は、太陽神、ティラを最高神とする、 東方信仰を根幹に置いた。そして琉球国王は太陽に重ねて称えられ、二来家内の君手ま神の祝福を受け、おぼつかぐらのの認証を持つとされて、王権真珠論を構成した。ちなみに、琉球王国の信仰線に掲げられた旗は、白地の中央に赤い日の丸の日照記であった。信仰線の派遣自体は14世紀まで遡るが、当初から日照記が用いられていたかは不明。 本土では観光貿易の戦記として日照記が用いられていたことが知られる。すなわち東方は太陽のある聖域であり、反対に西方は死の領域と考えられ、寄避された。王国時代の風葬は西方の崖や洞窟で行われた。首里から見て太陽が昇ってくる地平線の真下にある玉木村など四間切りは聖地と考えられ、多くの歌記が集中している。 またさらに東方の海に浮かぶ久高島は琉球王国最高の聖地と考えられ、久高島の中央にある久保宇多妃は太陽が穴そのものとされていた。以来、久高島は現在に至るまで沖縄最高の聖地として知られている。また、琉球王国時代には琉球海略神話が史書として残された。中山予感や琉球新闘記などに日本、 大和の海脈神話と告示した神話が記録されている。海脈神話において、琉球は天帝、日の大神、太陽神によって、甘み清、死ねり清の二柱の神によって土地を造成され、島となり、それから琉球海脈七、宇多木を作り、島に人間を放ったとされている。また、琉球王国は、先島を勢力下に収めるたびに、 この信仰をその地に広め、現地に、ノロや司、司、八重山のノロ植名を置いている。しかし基本的に、間接統治であったため、現地の信仰の多くもそのままに残され、宇多きのような形式がその地域の信仰に取り込まれて、行くこととなった。ただし、王国と敵対した親や赤八が信仰していた、八重山地方のイリキアりキやあまり神信仰のように、滅ぼされた信仰も存在する。 琉球王国では、その王党が、伊兵や伊勢名党に由来することから、一例として、国王巡礼の守護神となっていた有名なその日や、武恩武の神が、もともとは、伊兵の神であったことが挙げられる。また、聞こえの太君の神明である、島仙子明氏のは、もともと、国神地方実着の宇多木の神明であることが、わかっている。各党所で、 それぞれ独自の宗教も存在した。琉球王国に併合支配された後、程度の代償をあれ変容したり排斥されている。先島諸島における主なものとしては、宮古島大宮島の大宮歌妓を中心に行われる、祖神祭、宇谷ガ同じく島尻で行われる、パーントゥ、プナハ、八重山全域で見られる、赤又黒又、石垣島、群生温竹で行われる、 マユンガナシなどが挙げられる。いずれも被災として、部外者金星を敷いているものが多い。琉球王府の統治時代から、ノロ制度が導入された奄美群島では、現在でもノロが祭祀を取り仕切る地域がいくつか見られるが、全体的にノロとその祭祀は消滅しつつある。地域自体の祭祀は、地域有資によって行われる。琉球国由来期間中の、 琉球国書寺旧期所によれば、漢十年間、1265年から1274年に国籍不明の全漢なる全地が、この波湖に流れ着いた。全漢は、札落都改造であるとだけ言って、詳しいことはわからなかったが、時の英宗王は、全漢の徳王文字浦添城の西に札落山、極楽寺を建立した。琉球国諸事休期は、 これが琉球における仏教の始めとしている。前巻の国籍について、鳥越健三郎は、琉球国由来記の記述に従い、国籍不詳としており、またただ高政は、南宋の僧侶である、前巻大圧氏に、琉球への仏教伝来を固くした可能性を指摘している。また鳥越健三郎は、日本本土と同様に、琉球においても仏教は、国家安泰の保障、 内視実験者の実験用語を願って入れられたものであったとしてるしかし、日本本土では時代の経過と文化の発展とによって政治的基礎が破壊され、次第に本来の使命である民間信仰的なものへ帰ったが、琉球では王国の崩壊まで寺院は国王及びその一族と共にり、ついに民衆の信仰の対象となる時期を持たずして終わったと述べている。その一方で、 打っに先行が備えられ、航路が設置されることが、仏教の影響であることや、仏教信者でも定まった寺院の断トでもないのに、威廃を安置する仏壇を備えるのは、王族の指示における、貴族風に習ったためであると指摘している。宮里ともみ琉球人の思想と宗教によれば、琉球人は寛容で新種の気象に富んだので、諸国と交易し、それらの国から多くの文化を取り入れたが、 取り入れた外国文化は自国文化と融合させて独特文化を作ったと述べ、仏教もその内容を琉球固有のものに変えたとしている。具体的には琉球人は教文を知らず、珠も持たず、礼拝も祈る言葉木物も琉球的で全文で禁じた酒を備える。また、寺に祀る仏を神、寺を宮と言い、琉球の神と区別せず、霊弦新たかな神として、 歌たきを拝むのとさえなく拝むのだという。また、少年王の時代より中元節の行事に盆行事が加わり、慶長の役後に盆祭は盛大に行われたことが作法師の記録から分かり、起源は不明だが、仏教の影響により盆行事が行われるようになったと述べている。さらに宮里智光は、琉球は人間平等で現世主義であったため、 仏教を、ただ国家鎮護として受け入れ、一般民衆のものにならなかったのも、当然のことであると述べている。伊波冬は、明治三十七年、1904年に発表し、昭和十七年、1942年に開校した、琉球の神話の中で、中山予感の紀元神話と、古事記のおのごろと神話、宮古島旧記の新婚説話と、三輪山神話などの類似を指摘し、 琉球群島にはこれら以外にもいろいろな神話伝説があり、神話の宝庫であることから、抗義の琉球群島には未だ世に知られていない無数の話伝説があり、これらの神話伝説をことごとく集めて、日本本土の神話伝説と比較研究をはじめ、さらに進んで、朝鮮、満州、猛古と比較研究をすることは、ただ神話学者にとって必要なだけでなく、 人種学者にとっても必要なことであるととき、ポリネシア軍島の人種移動の問題は、このような研究によって解決されたのだと指摘した。昭和6年、1931年、松本信広は、日本神話の研究の中で、ローランド・ディクソンがポリネシアを分類するために設定した二つの型、進化型と創造型を用い、日本海脈神話を、ポリネシア創生神話の、 進化型と創造型の複合形であり、イザナギイザナミ神話から以降は創造型の形式を受け継いでいるものではないかとの説を発表した。この時、松本信弘はポリネシアと日本神話を直接比較するのではなく、中間に琉球の古伝説を置くと、この関係が一層明白になると述べ、琉球民族が古く日本民族と袖を分かったものである以上、 琉球の古神話が、イザナギイザナミ神話の一位体であり、日本神話が琉球のそれを中間に置いて、遠く南方の創造型神話と一脈の関連を持っていることを否見えないとの考えを示した。伊藤漢治は、イハ浮遊が琉球の神話で、その必要性を解いて後、日本神話の研究で、松本信弘が日本神話と反対平洋神話を比較するまで、 非流神話の比較は途絶えていたが、日本神話の研究で提示された仮説は、その後多くの人に受け入れられ、今日日本の比較民族学上の定説になっていると述べている。さらに、岡正雄が行った日本の宇宙開略神話に対する分類は、非流神話の問題を直接取り上げたわけではなかったが、日本神話の出自イコール系譜に関する歴史民族学的な研究を活発化し、 非流層法の神話比較やその文化指摘位置づけ、作業も徐々に行われるようになったと、その影響を紹介している。岡正夫が提起した、日本の宇宙開略神話についての仮説は、その後、大林多良によって、具体的展開を見ることになるが、伊藤漢字によれば、非流神話の比較が、積極的に行われるようになったのは、この大林多良の研究によってである。 昭和41年、1966年、発表された、危機の神話と、南西諸島の伝承において、大林多良は、日本の古典神話と、天宮沖縄の島々に伝承されている、民間説話について、流れ島、アモル、シソ、死体化星、海幸彦に関する伝承神話を、比較検討し、次のことを結論として述べている。伊藤幹事は、 大林多郎の試みを、伊波風雨以降長い間途絶えていた非流神話の比較という作業の再出発と評価し、その後、山下金一などの努力によって、琉球神話の資料の収集と整理が着々と進められ、非流神話の比較研究の基礎がようやく固まってきたと述べている。また、伊藤幹事自身も、日本神話と琉球神話の中で、 気流の世界と人間の起源神話及び穀物起源神話を取り上げ、そのモチーフを比較検討した結果、漂いる国、島や天界出自の元素、ヒルコ、高都氏などのモチーフは、双方の神話中に共通して認められ、飛流神話の深源関係を示唆していると指摘する。一方で、風による妊娠、元素の地中からの出現、元素の漂着、犬嘘などは、 琉球神話にしか見られず、また、穀物神話の主体化性モチーフは、日本神話にしか見られないことなどは、双方の神話の出自イコール系統が、必ずしも一様でないことを物語っていると述べている。さらに続けて、こうした位置や不位置が、どうして生じているのかということは、非流神話研究の将来の課題になるだろうと、指摘している。他にも日本神道との類似性については、 以下のようなものが唱えられている。柳田国男は、昭和30年、1955年に発表した、根の国の話において、万葉集に歌われた、亡くなった人に会える場所、耳楽の地名の交渉を行い、その中で、一二流や金谷が、日本初期の、熊代巻に出てくる、根の国と根本が一つの言葉であり信仰である、にそれが、会場の故郷であるがゆえに、 単に現世において検討した人々のために、安らな休息の地を約束するばかりでなく、なお主寿の行為と声援等を送り届けようとする、精霊が止め重視を往来する拠点であると昔の人たちは信じていたらしい。酸素の恩恵の永続を確かめんがために、毎年心を米めみを清くして、稲という作物の栽培を繰り返し、その成果をもって人生の目盛りとする古来の習わしがあった。 という三つの過程を説いた。遠藤正治は、琉球の宗教儀礼と、日本神話の中で、宮古列島のクリマ島法年祭の由来団が、日光観星による諸女解体であることを説明し、日本初期人大観房等の天地が分かれる以前は、虜のことであったとする長と雨の日ボコ伝承に、見られる乱世を思わせるモチーフが、クリマ島では、法年祭の由来として、現在も語り継がれ、 さらに祭りの最高も由来館に登場する兄弟の家筋の者が司さどっている子を紹介して沖縄においては危機神話に語られる様々な事柄が現在も宗教儀礼の中で実習されさらに宗教儀礼に関する進化や交渉伝承も未だに伝承されていると述べている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください